熱心党のシモンは十二使徒の一人。シモン・ペトロやイエスの兄弟のシモンとは別人である。新約聖書中では教官服音書と使徒行伝に各々一度名が見えるだけで、それ以外に言及されることはなく、人物の詳細については不明な点が多い。ギリシア語原文の彼についての該当箇所は難解である。 熱心党の諮問に言及した最古の資料は、マルコによる福音書であり、その他、彼に関する新約文書の言及箇所は、この福音書を写したものである。マルコ福音書の該当箇所は、熱心者の諮問と記されている。これを写した、マタイによる福音書も、全体の文体を変えてはいるが、熱心者という故障をそのまま用いている。この後は、 熱心党員を指す一般的なものではなく実際に何を指しているのかは不明である。熱心党を指すもとも考えられるが立法に熱心なものを意味しているとも考えられる。一方、ルカによる福音書はマタイと同じくマルコを写しながらもこの語を熱心党員と置き換えている。しかし、ルカ文書はこの指紋に関してはすべて マルコ福音書の記述を写しているため、ルカに従って直ちに、モンを熱心党員と考えることはできない。ちなみに、日本聖書協会の訳は、これらを全て熱心党で統一している。外典の中には、明らかに後世の創作であるが、いくつか熱心党のモンについて記述しているものがある。後世、いくつかの伝承が作られた。熱心党のモンのご反省については、 エジプトに伝道したというもの、ブリテン島に伝道し、教会を建て、そこで殉教したというもの、名前からの連想と思われる、ローマ帝国に対する、ユダヤ人の反乱に巻き込まれて殉教したとするものがある。もっともルフしている伝承では、エジプトに伝道した後中に人の一人であるユダ・タダイと共に、ペルシアに行き、そこで殉教したとする。ヤコブスでボラギネの黄金伝説には、 この方の伝承が収録されている。ありがとうございます。